だ寝てます？な、わたるさん。くるみ？あ、なんでここに？そうか、夢か、これ。もう起きた方が、あ、ちょっ、ダメ！うお、いてぇ！ね、だから言ったでしょ？うお、わたるの頭の中ってあのことしか詰まってないの？さ、さとみ！お、わたるさんって、本当にそういう人だったんですね。ひどい人。お前ら、なんで俺の部屋にいるんだよ。昨日約束したじゃないですか。え？文化祭、クラスでやる喫茶店の道具、マスターのところに借りに行こうって。下で坂上くんも待ってるわよ。お、そうか、そうだっけ。うわ、うまく入れられるかしら。大丈夫よ、後で私がコーチに行ってあげるから。いいよマスター。大地、店もあるだろ。あら、いいのよ、お休みしちゃうから。それとも私じゃ嫌なの、二人とも。わかりました、お願いします。任しといて。お客さんたくさん来るかな。きっと来るわよ。こういう時の学校って遠いな。おい、どうかん、わたるさん。はい、あーん、あー、あ、ん、ん、あ、レモン味だなこりゃ。はい、和也さんにも。あ、あ、サンキュー。いつまでやってんの、遅くなるわよ。ああ、分かってるよ。じゃあね。あ、はっかだ。しょげんなよカズヤ、そのうちお前にも新しい子見つかるって。その時は俺も応援してやっからよ。冗談じゃねえや、お前が出るとろくなことはねえんだから、次は余計なことすんなよな。お、分かったよ。ちょっと前、何してんの。動いてないわよ。また科学実験室の冷凍庫にアイスキャンディーを入れた人はすぐに取り出してください。よし、おはよう。おはよう美穂。よし、おはよう。おはようございます。遅いぞ諸岡渡る。ケンジ、偉そうに人をフルネームで呼ぶなよ。せや、文句があるのか。あるよ。またかよ。あの二人喧嘩が趣味みたい。二人とも。院長のひすめがね。私はひすめがねではありません。島本京子という立派な名前があります。だいたい何なのあなたたち、この忙しいのに。それに何この応接セット、うちの模擬店にはそぐわないじゃない、まったく。あ、いや、それはケンジが。系列会社のモデルルームより取り寄せたんですよ。我が相原グループの力をもってすればこれぐらい。それより諸岡渡る、お前が美人喫茶にしようというから僕はわざわざ父に頼んでだな。え、美人喫茶。あなたたち女の子を一体何だと思ってるの。落ち着け委員長。それを言うなら、僕たちの後ろにもっとひどい男がいるぞ。やば、カズヤ。はい。なあカズヤ、
悪乗りしてバニーガールの格好させようと言ったのはお前だろうが。くるみ、バニーガールの格好してみた。へえ、くない。あなたたち。はい。そんなことは聞いてませんよ。それに美人喫茶だなんて、私みんなでバカにして。おい。ちょっとあんたたち、早く京子に謝ってらっしゃいよ。諸岡渡る、お前にその名誉ある任を与えよう。バカ言え。俺はああいうタイプ苦手なの。カズヤ、お前行けよ。俺当たり前だ。そうだ、お前の悪ノリがことをここまで大きくしたんだ。なんでだよ。三人で行け。男ってどうしてあなんだろう。なんでやってやるかよ。ほらし、おらんぞ。あ、そうか。どこへ行ったのかな。もう戻ってるんじゃないのか。あと探してないのは屋上ぐらいかな。どこ行っちゃったんだろう、ヒスメガネのやつ。やめろ。え、島本さん、大丈夫？怪我しなかった？うん、大丈夫。あなた、坂上くん？あの、ごめんな。美人喫茶ってのは渡るのアイデアだけど、俺も悪乗りしすぎたよ。島本さんが自殺しようってほど思い詰めるなんて考えても見なかったから、ごめん。自殺？ちょっと頭を冷やしてただけ。あ？ほんと。あのねえ、私のメガネ。ああ壊れてないみたい。ありがとう。そろそろ戻んなきゃ。院長がサボってたら示しがつかないもん。ああ。やれやれ。実行委員からお知らせします。廊下を走るのは厳禁します。また文化祭の当日までコスプレも禁止します。島本って意外と可愛いんだな。俺、なんだよ、気味悪いな。俺また青春しちゃいそうだ。これが青春だ。やっほー。え、あいつ。俺に任せとけって。あ、でもそんな遠慮しなくていいからさ。ふん、渡るさん。はい、お弁当。え、うわぁ、うまそう。これくるみちゃんが。残念でした。みさー、サンキュー。あのバカ、あんな大声で言わなくたって。お礼言うだけマシじゃない。よかったわね、みさ。あー、うまかった。
ミサのやつ結構料理上手なんだな。お邪魔します。うわ、あら、マスター。あら、先生、いつもさとみちゃんがお世話になってます。いいえ、それより今日はコーチしてくださるそうで申し訳ありません。とんでもない、みんなのお役に立てるなんて私とっても嬉しいです。あ、マスター、ごゆっくり。あ、わたるくん、もう釣れないのね。あったか、本当に来るとはな。 あら、諸岡くん。マコ先生、お元気？またサボり？ま、いいわ、諸岡くん。コーヒーでも飲んでく？あ、行きます、行きます。マコ先生とならどこだってね。いや、うまい。マコ先生のコーヒーだからなおさらうまい。こらこら、大人をからかうんじゃないわよ。ねえ、諸岡くん。わ？君は今、何人好きな子いるのかな？え？参ったな、マコ先生にほとんどバレちゃってら。俺やっぱりいい加減なのかな？君って不思議な子ね。は？到底プレイボーイには見えないんだけど。それ、どういう意味ですか？悪い意味じゃないのよ。4人ともあなたを悪く言わないし。で、こうしてこうしてちょちょいのちょいっと。誰もやきもち焼かないのよね。それって誰も俺のこと本命じゃないってことかな。まあいっか。諸岡くん。ん？島本。ちょっと話が。え？おいいぜ。で、これができたら次は氷たっぷりのグラスに熱いままのコーヒーを注ぐ。ここがコツなのよね。なんだい、話って。よし、島本。諸岡くん、美人喫茶なんてやめて。え？私のことバカにしてるでしょ。私、美人じゃないからとっても惨めだもの。冗談だぜ、あんなの。え？冗談？本気にしてたの？悪い悪い。本当に冗談？え？本当だよ。それに島本はブスなんかじゃないよ。メガネ取ると可愛いよ。嘘。嘘なもんか。本当だよ。じゃあ、さっきのこと、約束ね。おい、島本！ミサ。やっぱり、渡るって、誰でもいいんだ！待てよ、ミサ！ミサ！わたるくん、ミサはね、ちょっと心配なことがあるの。膝痛むのか？お疲れ様。
カズヤ、ゲーセン寄ってこうぜ。おい、カズヤ。悪い、ワタル。俺、今日急ぐんだ。じゃあな。なんだ、あいつ。じゃあね。あれ、みんな帰んないの？うん、明日早いから、今日は私の家に泊まるの。じゃあ俺も泊まろうかな。え、ダメです。わたるくんが来たらお父様に猟銃で撃たれてしまいます。そう、そうそう。おいおい、いくらなんでもそんな。いや、ありえる。冗談で冗談。しゃあね、一人で寂しく帰るか。明日遅刻しちゃダメよ。じゃあ起こしてくれよ。今朝の誰かさんみたいに張り倒すんじゃなく、優しいキスかなんかでさ。え、渡るさんったら嫌いですね。じゃあな、ミサ。ん？ほら、キー！カズヤ。あいつね。まあ、いっか。やれやれ、サボるってのも疲れんだよな。カズヤのやつうまくやってっかな。まさかそのままホテルとか。そんなまさか。入ってきたんだ。今朝だって。今は何も聞かないで。わかった。ありがとう。
たる、わたる、起きてわたる。もうしょうがないな。今朝は張り倒されないで済みそうだ。バカ。ダメよ、渡る遅刻しちゃ。嘘つけ、サバ読んで早めに起こしたろ。寝ぼけてんだ、渡るのやつ。せっかく島本さんとデートしたことを報告しようと思ったのによ。でもそっから先どうしたらいいんだろうな。渡る、教えてくれよ。アンガトさん、わたる、これこれ、俺の部屋の前がここに泊まった時持ってったのか。それで昨日怒った。怒っちゃいないけど、持ってろよ。いいの？あ、だけど一つだけ教えろよな。四人で一体何を企んでるんだ。約束したの。え？夏休みの最後の日にね、3人でお見舞いに来てくれたの。その時渡るのこと話してくれてね。え、3人とも俺とのこと喋ったのか。うん、私だけ置いてけぼりにされたみたいでショックだった。あ、いや、それは。でも話して分かったのよ。え、みんな渡るのことが本当に好きなんだって。あ、だから卒業までみんな今のままでいようねって。今のままで。おはよう。おはよう。おはよう。やあ。おはよう。どうしたの？昨日のことを見透かされているようで恥ずかしくって。ふん、そんなもんですかね。まったく無神経なんだから。だから今日まで持ってるの。そりゃそうね。だろ。ねえねえ、来た来た。うまくいったみたい。よかった。うん、でも羨ましいの、一緒に朝を迎えるなんて。くるみったら露骨。おーい。お、ミサ、あれ見ろよ。おはよう。わーお。あー、デリカシーのないやつ。先行くね。おう、わたる。カズヤ、どうした、情けない顔して。昨日島本とデート失敗か。そんなんじゃねえよ。デートは成功したんだけど、問題はこれからなんだ。島本がデートに付き合ったってことはだな、和也にまんざらじゃないって証拠だぞ。脈はあるんじゃないか。本当か。島本は真面目だからな、変に回りくどいことはやめた方がいい。ここは一気にズバッと攻めるべきだと思うよ。一気にズバッってか、どういうことだ。だから思い切ってキスするとかな。キス？でも嫌がられたら。それは嫌がられたらどうすんだよ。だからいや、やめてとか言われてもビビっちゃダメだよ。それでやめたら女の子はがっかりするもんだぞ。そっか、俺なんだか自信湧いてきた。よし、やるぞ。渡る、ズバッだよな。ちょっと乗せすぎたかな。
お、サンキュー。なんせ寝不足でしてね。だから濃いめにしといたわ。これ、里美が入れたのか？そうよ、なんで？うん、やっぱうまい。ありがとう。お世辞でも嬉しいわ。里美さ、昨夜みたいな不意打ち、ありか？あれは特別。え？ミサずっと悩んでたのよ。ワタルがミサに飽きて。他の女に手出したってか？そういうこと。うん。ワタルはそんな生優しいスケベじゃないって言ったんだけど。おい、そんな。否定できる？う、できない。さあ、そろそろ支度して開店しなきゃ。へいへい。大体だな。なんだあれ。一言目には採算性採算性って金のことばっかじゃねえか。そんなによ、そんなにお金が大事なのか。え？当たり前だろ。この店はクラス全員のカンパで成り立っているんだ。利益を上げるのが当然だ。だからってこんな薄いコーヒーで客がだな。こきゃいいってもんでもないだろう。第一、カフェインには興奮作用、利尿作用があり、さらにはカルシウムの積質を助長するとも言われている。客の健康を考えても薄くすべきだ。え、違うか？なんとかしてよ、渡る。え、俺が？なんで？かもしんねえけど、味ってもんからな。いっちゃ大事じゃねえのか？わかった、わかりましたよ。一体何だってんだよ、朝っぱらから。アタル、聞いてくれよ、ケンジの野郎が。何を言うか、僕はこの店の経営を考えているからこそ。分かった。要するにだな、コーヒーの濃さをどれくらいにするかが問題なんだろう。うん。島本、それ持ってきて。あ、はい。うまい。アホくさ。さあ、今日も頑張るぞ。カズヤのやつ。あのさ、みんなにちょっと頼みがあるんだ。え？カズヤのことなんだけど、島本に気があるらしいんだ。で、島本の気持ちを探ってくれないかな。余計なおせっかいかもしれないけど、ま、やってみてもいいか。うん。島本さん、ズバリ聞きますけど、え、和也さんが好きですか？そんなことはっきり言っちゃいなさいよ。私なんか誰を好きになっても意味ないわ。みんなみたいに可愛くないし。何言ってるの？京子は自分の魅力に気づいてないだけなのよ。そうよそうよ。そんな。よし、それじゃみんなで島本さんを変身させちゃおう。変身？変身変身。変身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 。私の勘では和也くんに脈ありね。え？さあさあ、こんなところでうろちょろしないの。暇だったらみんなの手伝いに行きなさいよね。俺にだって可能性はあるはずなんだけどな。でも和也とデートしてるしな。和也を焚きつけるんじゃなかったな。おっ、君、八十八学園？はい、そうですけど。やっぱり制服ですぐ分かったよ。彼氏と待ち合わせで。彼氏なんかじゃありません。俺、諸岡渡、ここの3年。鳴沢ゆいです。ゆいちゃんか、いい名前だね。ん、あ、渡るさんだ。え、あ、ゆいちゃんは1年生くらいかな。はい。案内してあげようか。お兄ちゃん、
来ましたから。じゃあ、わたるさん、残念でした。ほんと、かわいい子だったのにね。いや、君たちとは比較にならないよ。じゃあね。困ったもんね。まったく、あれは病気ですね。ふぅ、やべえやべえ。これからは学校の中じゃ何もできねえな。あれ、カズヤに島本。島本さん、おかしい？いや、綺麗だけど。坂上くんって女の子にいつもそう言ってんでしょ。違うよ。でもやっぱり変なんだ。あ、そういう意味じゃなくて、つまり綺麗になったけど、僕は髪を下ろしてた方がいいなって。なんかさ、天下無敵の女子高生って感じでさ。坂上くんっていつもそんなに面白いの？言わないでよ。それが悩みの種なんだから。どうして？女の子に面白いとか楽しいって言われるけど、それだけなんだ。俺、きっとなんか足らないんだよね。そんなことないわ。とってもいい人だと思う。とってもいい人ってさ、どうでもいい人っていうのと同じ意味だと思うんだよね。あ、私、そんな意味で言ったんじゃ。ごめん。島本さんのことじゃないんだ。ただ、ただ渡るみたいになれたらいいなって。諸岡くんみたいに？ああ、あいつってさ、ちょっと見るといい加減で軽薄でスケベにしか見えないけど、なんか違うんだよな。わかる気がする。でも私、あの人怖い。渡るが？うん、なんか引き込まれるような気がして、昨日初めて分かったの。でも、あなたは違うわ。あなたは普通の人でいいのよ。ううん、普通の人でいてほしい。島本さん、俺もう戻らないと。え？うちのクラスのお店どうなってるか心配だし。そうだね。マスターの店継ぐんでしょ。苦労しそうね。私は慣れてるから平気よ。私、今日の売り上げ本部に届けてくるわ。お願いします。疲れた。だらしないぞ、諸岡渡る。お前とは労働の質が違うの。まずよ、飯食い行かねえか？え？悪い、俺ちょっと。じゃあな。カズヤくん、どうしたの？さあな、いろいろと忙しいみたいよ。まさか。そのまさかだよ。ほんと？ああ、らしいぜ。カズヤさん、すっごい。何がすっごいか分かってるの？全然。頼むから、あっちでくるみに説明してやってくれ。ねえねえ、教えて教えて。ね、向こうで。島本さん、何？私ね、本当は文化祭は嫌いだった。え？中学生の時からずっ
と文化祭はいつも一人だった。女の子の友達と過ごすだけだから、高校最後のこの文化祭で男の人と一緒に模擬店を見るなんて、いい思い出になった。あの島本さん、そのあの、よかったら。島本は真面目だからな、変に回りくどい段取りはやめた方がいい。ここは一気にズバーッと攻めるべきだと思うよ。ダメ。京子さん、好きだー、好きだー。いきなりなんだもの。元に戻したんだね。だって坂上くんがその方がいいって。私、お願いが。え？これからはお友達としてお付き合いしてほしいと思って。島本さん、ダメかしら。ダメだ。え？友達だなんて。友達じゃなくて。ちょっと待ってね。いっていいの。え？散らかってても。僕島本さんが。いや。え？島本さんなんて。京子さん。京子。和也さん。お願い、電気消して。ああ。なんだか損した気分だよな。カズヤなんかにアドバイスするんじゃなかった。何をアドバイスしたって。あ、さとみ、なんだよ。
キャンプファイヤー途中で抜け出したりして心配でね。わたる、本当は京子に気があったの？え、なんだよ急に。わたる、京子が好きな人のことを気にしていたから。そんなの関係ねえよ。どうだか。誰からかな。ほっとけよ。こんばんは。お邪魔します。え、さとみ、ごめん、みんなが来るっていうの忘れてた。さとみだけ抜け駆けするなんてずるい。いや、お前らな。